ますか、あの一面の左端でしたっけ、左端で二段ジャンプで箱が出る。そう、あ、出た、そう、よし、一番いいやつ、これ強いですね、竹は三連射ができる、強い武器です。よし、これ一番強い。それであの緑士ってあの聖堂の鎧、そうですね、聖堂の鎧が今の箱今のとか出ましたっけ、今の箱、あの1本目が武器だと2個目は聖堂、確か緑士、あったすごい、ほんまや、よく覚えてますね、熟しこれで技が超強い。強い。探検がビームになるけど壁の向こうにはいけないので気をつけよう。なるほど。いけるか。やる気、パワープレイ、パワープレイこれしかない。ノブ君やっぱり最初のペコロちゃんより上手いね、やっぱり。マジか。これ中に入っていく楽しい、いいからね。そう。ああ上手い上手い上手い。ペコロちゃんもう速攻で殺されてずっと悪態ついてたから面白かった。大変なやつ。こんなの無理ペコロ。可愛いじゃん。面白いよ見ると。ちょっと見てみよう。あ、なんだなんだこれか。あ、来たなつ。おら。ちょっと重たいよ、どっけ、待って、これ息子ない、ジャンプで出たんすか、うん、あ、バイバイ、ただ黄金の鎧を持ってて箱だから、でも太陽の盾っていうもっと強い、あ、ちょっと待って、ノブ、あそこにありましたよね、鋼の鎧が出ればいいけど、どうだ、あ、よし、こんな一発で鎧なくなるんすか、なくなる、うん、こんなに積み重ねてきたものが、黄金の鎧は、あ、これ取りたくない、 F-0 のゴールデンフォックスと同じくらい装甲が薄いからダメだ、一発け当たったらベチッ、うん、大破だね、この剣は槍はダメだ、槍は、あ、取らない槍は中途半端なんだよね、火力も連射も、そうなんですよね、このドクロも当たっていたいですね、おお、すごい、地殻変動がすごい、いや、ノブ、やっぱりペコちゃんよりうまいぞ、いけますね、うん、めっちゃ進んでません、いけますね、ただ一面は余裕ですよね、きっと杉田さんなら、そうでもないぞコンディション次第で、いや、ギミック知っててもね、結構ミスるからね、ミスりますよね、でもこれ上ってどうやって次ね、え、上打ち、上打ち、あの箱か、はい、2段ジャンプでうまく取るんじゃないかな、なるほど、無理だ、あの、ここの先、水が来るから、水が来たらあの柱の上に行ってしゃがんでね、あ、柱、しゃがむんですか、これですね、しゃがむ、あー、ちょっと、あー、ペコロちゃんと同じ末路に、これ知らないと無理ですね、うん、こんなん聞いてないペコヤーなんで教えてくんねんだっつって、うん、やっと声だと思ったら次は水に流されちゃう、流されるっていうさあ杉田さんです、杉田さんプレイです、まあここでこれが定石なんです、あ、いやこれは微妙なんです、これボーガンって言ってね、ペコロちゃんは大好きなんだけど、あの聖堂の鎧になるとホーミングになるのね、はい、まあでもせっかくだ持ってみるか、持ってます、通常だとねこうやって斜め上に打てるんだけど、まっすぐ飛ばないんだよ、だからしゃがんでうまく当てるしかないのね、それ立ってる時は、立ってる時はだから斜め上に打つから、あ、上の方にいる敵に打つにはいいんだけど、立ってる時はダメなんだ、しゃがまないと、ジャンプの頂点で攻撃すると、うん、まあこういう風に当てるんだけどね、はあ、あ、ジャンプの頂点で攻撃すると回転打ちって言って強めの攻撃が出るの、こうやって、知らなかった、でもやっぱそれも上向き、あ、ホーミングなんだけど意外にホーミングが頭が良くないしょぼいぞこれ、一度3つしかドピュって打てないから精度が弱いファンで、ドピュッこれ槍ですか、これでドピュッと出していってうまく3つ当てないと次は打てないのね、あ、そうなんですか、うん、だからそのコミケの開幕みたいにみんな走って向かってくるから走ってはダメですよって言ってこのホーミングを当てる、走らないでください、よく言われてるなね、でもやっぱり、ね、かやる気持ちを抑えられないんですよ、やっぱね、とりあえずナオジを、ナオジホーミングいろんなとこ行きますね、そうなんだよ、ナオジ、よしいろんなところの、あ、四角が変動して、ナオジ頭うまい、ナオジしっかり避ける、ほら敵がいっぱいいるとね、こういう風になるんだよ、やばいこれまずここは避けていく、おーうまいっす、おーこれはさすが、ナオジナオジがやられていく、ナオジなかなかやられないですね、これはやっぱ中に入るんですね、これはやばい、あ、いいですね、おーさすが、あいつには強いですね、まあ、ちょうどなんか斜め上だから確かにちょうど、そうそう、どうペコよって、ペコラちゃんこれで生きるんだよね、どうペコよってそうペコラちゃん気になってきちゃいましたよ、調べてみよう、天才ペコよって生きるんだけど殺されるペコって言う、あ、大使いだ、バーカ、そうなるとペコラは踏んでたペコよ、ペコペコペコ
赤ちゃんにされちゃう。そうそうそう、赤ちゃんバブバブペコって言ってる。これ赤ちゃんになったらいつ戻るんですか？一定時間。一定時間。赤ちゃん状態じゃ何もできないですもん。だから赤ちゃんの真似するしかねえんだよ、ペコロちゃんみたいな。ダメ。ダメ。これね、ちゃんとセルフプロデュースに長けてる子だからね。さすがですね。赤ちゃんの声真似をするとね、あの評判がいいってこと知ってんだよ。それが受けるってこと。分かってんだよな。あざといんだよな。あーでもさっき岡本さんが来たところまでねえ、やっぱりでもこっちが一番いいんですよね。剣が無難なんですかね。探検は強いね。探検がやっぱ一番強い。鎧そがれてからが全然死なないですね。あ、出ましたね、はい、鋼の鎧。金の鎧が一番強いんですか？青銅金のじゃない、その後太陽の盾って言ったかな、あの青い盾が出るんだよ、はいはいはい、青か赤の盾。そこまで取れたことないですよ。なんか1回装甲が増えるんですかね、うん、そうすると飛び道具の弾を防いでくれる。あでもこの世界って弾防いだところでどうにもなんねんだよ、うん、むずいっすよね。あ、出た。でも慣れなんです、ね、変な爆発するやつ。あ、これも敵なんですね。敵敵脳みそみたいな植物だね。あ、植物でも脳みそって呼んでる、確かに。でね、すぐ復活してくるんだよね。あ、これもね、ペコロちゃんがふざけんなって言ったね、あのドクロドクログルーマーで、ふざけんなペコロって言った。爆発する。ワークする前やっぱ倒した方がいいですね。そうそう、倒した方が基本土地がいつ走ってくるか分かんないです。そうなんだよね。これはね、当然ね、だよねっていうタイミング、だよねっていう、あ、後ろから、うん、後ろからついてくるとよってなるから。来るとよ。さすがですね。でもいや、さすがの、いやいや、本当はなんかもう何回も多分死んでるんだよ。何回も死んでる。おお、危な、危な。そうね、銀色だったから何回も死んでこうやって覚えていくんだよね、ゲームで、ね、そうですよね。体でそれが大事ですよね。体で体験、逆から来るやつですね。逆から来るぞ、よいしょ。なるほど、この子は倒せないですか、このドクロ野郎は。あ、危ない。ドクロ車は多分倒せない。倒せないんだ。松明だ、松明は一番いらない。さあさあさあ、松明で戦える。さあ、ボスですね。松明は地面に着弾すると爆発するんだ、ドドドドドって、ね。エフェクトはスーパーかっこいいんだけど弱い。弱い。かっこいいだけなの。あ、ボス。あ、この首を伸ば、顔を伸ばしてくるやつ。そうそう。攻撃をしてこうやって伸ばす。ああ、来る。あ、じゃあ下がってればいいですね。頑張れ朝。そんな簡単なものでもない。まあ下がってれば大体。うわー、これまずい。でもまあまあ。ああ。さすが。まあ、全振りと言っても過言ではない。いやいやいや、ペコロちゃんはもう上手くないよ。ペコロちゃんはもう上手くないよ。Meanwhile